フォアモデルの竹下玲奈です。今回はコーチが70周年ということで、そのルーツを探しにニューヨークへやってきました。レナさんがやってきたのはマディソンアベニュー。この通り沿いにはコーチのお店をはじめおしゃれなショップが立ち並んでいます。コーチのマディソンコレクションはこの通りからインスパイアされています。I think of Madison and I think of Madison Avenue, so a street in New York and upper, on the Upper East Side. I do think of probably the more fashionable woman in New York. When I think of our Madison collection, it was inspired by that name because it is probably our most fashionable collection. Steki na gallery を見つけたのはチェルシー地区。多くのアートギャラリーが集まるこのエリアもまたコーチのコレクション名になっている場所の一つです。 It just has a very different flavor, if you will, of what a Madison does. A little bit more downtown, so you can see very different, probably a little bit more classic in appeal, but still very fashionable as well. All neighborhoods of New York inspire me, and as you know, all neighborhoods are very diverse, and just like our collections are diverse and our styles are diverse.誕生から70年、コーチはニューヨークと共に生きてきました。そんなコーチはニューヨーカーにとってどんな存在なのでしょうか。コーチ is kind of like the hot dog is the Yankee baseball game. It's something that is ours and it started here, so we're proud of it. ニューヨーカーにとって身近なコーチ、多くのセレブリティにも愛されています。 it fuses modern trends, but yet it keeps its classic appeal. You find in your grandmother's closet, your mother's closets, their daughters, and it's something that can be passed along from time. 親子で同じバッグを使うなんてちょっと素敵ですよね。 I've actually been to a vintage store in Brooklyn and found a very rare small little Coach handbag.コーチのヴィンテージバッグが見つかるかも。そんな噂を聞きつけたレナさんが訪れたのは一軒のヴィンテージストア。古着大好きですよ。もう これとかも派手な色目移りしていたレナさんですが、ついにコーチのヴィンテージバッグを発見。これコーチのヴィンテージなんですよ。こっちもコーチなんですけど、ヴィンテージも可愛いですよね。こっちも好きですけど、こっちも好きですね。お気に入りのバッグに巡り合ったレナさん、どうやらショッピングはまだ続きそう。レナさん、今日はコーチのどんな魅力を発見できましたか。なんか今の求めてるものを作ってしまっているっていう、やっぱりすごく魅力的だなって思いました。また一つコーチの魅力を知ったレナさんでした。今日のコーディネート、この秋雑誌モーがおすすめするコーチが主役のコーディネートを紹介しちゃいます。レナさん、今日のポイントをお願いします。ファッションポイントは昔の女優さん風にコーディネートしてみました。プラスゲザーの寄ったレザーバッグを合わせてみました。 See you next time。おはようございます。
モアモデルの竹下れなです。今回はコーチが70周年ということで、そのルーツを探しにニューヨークへやってきました。レナさん、今日はニューヨークの街で雑誌モアの撮影中。その様子をちょっと見学してみましょう。準備運動。イメージの説明を受け、撮影スタート。ここはマディソンアベニュー。コーチの人気コレクションマディソンもこの通りからインスパイアされています。今年コーチの70周年を記念して発表されたマディソンコレクション、今シーズンはニューヨーク、レザー、クラフトマンシップがキーワード。機能的でファッショナブルなバッグが多く揃っています。次の撮影ポイントにやってきました。レナさんはどこにいるんでしょう。あ、まあ、ちょっとなんか降りてくような感じが、あ、かわいい。涼しげな顔で撮影しているレナさんですが、実はこの日は真夏並みの暑さ。暑いよ、ニューヨーク暑いよ。ホットやね。 I'm hot now。 暑さに負けず撮影再開。ああ、いいね、いいね。クールな表情のレナさん、コーチのバッグが決まってます。次は本屋さんの前で撮影。ここは映画の舞台にもなった有名な場所。撮った写真をチェック。真剣に見つめるレナさん、写真の出来はどうですか。気に入ったみたいですね。雑誌モアの最後の撮影ポイントはブリーカーストリートにあるコーチのお店。落ち着いた閑静な街並みが印象的なブリーカーストリート。この通りもまたコーチのコレクション名の由来になっています。撮影終了まであと少し。レナさん頑張って。かわいい。撮影はどうでしたか。楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様です。今年70周年を迎えたコーチ、そのルーツを探るレナさんの旅もそろそろ終わりの時間です。ニューヨーク、やっぱ来れてよかったです。工場にも行ったし、なんかいろんな人の手が込んでこういう風なものが歴史があって作られてるっていうのはすごく素晴らしいなと思いました。また来たいと思います。皆さんいかがでしたか。 See you again。 今日のコーディネート、この秋雑誌モアがおすすめするコーチが主役のコーディネートを紹介しちゃいます。レナさん、今日のポイントをお願いします。今日のポイントは全体的にモノトーンで決めて、差し色にこの赤のバッグを持ってきました。